こんにちは、春風ツアーです。今回は伊丹空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたします。出発時期は9月です。伊丹空港を11時に出発いたしますと、イエローナイフへは同日の15時57分に到着いたします。直行便はございませんので、羽田空港到着後、成田空港まで移動して成田空港から出発いたします。成田空港出発後はカナダのカルガリーという町に入ります。このカルガリーで航空機を乗り換えてイエローナイフに入ります。航空機のお時間というのは予告なく変更になる場合がございます。9月という時期はお休みもあってご予約が混み合ってくるシーズンでもあります。お問い合わせやご予約はお早めにされることをお勧めいたします。イエローナイフでの夏オーロラにつきましては、どのようなことでも私どもまでお気軽にお問い合わせください。今回は9月出発の伊丹空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたしました。ありがとうございました。